現在現役の選手としてはメジャーで一番身長の高い選手、サンフランシスコジャイアンツに所属するショーン・ジェリーという投手。彼は身長211センチ、体重103キロ、今季がメジャー2年目となる現在26歳のピッチャーで、まさにジャイアンツに所属するにはふさわしいとても身長の高い投手だ。ちなみに過去には背の高い投手としてメジャー球界のレジェンド、身長208センチのランディ・ジョンソンや、2013年までメジャーで活躍した211センチのジョン・ラウシュなどがいた。今では200センチを超える選手も稀にはいるが、メジャーリーガーの平均身長が約187センチということを考えれば、ジャイアンツに所属するジェリーの211センチはやはりはるかに大きな身長で、これはジョン・ラウシュと並んで MLB の歴史上最も背の高い選手にもなっている。ジェリーは2018年の MLB ドラフトで現在のジャイアンツから2巡目に指名されプロの世界に入った期待の逸材。昨年の2022年にはメジャー昇格を果たし、メジャーで一番大きな新人としても話題になった。昨シーズンはリリーフ投手として8試合でマウンドに上がり、25イニングを投げ、防御率は 5.76。 特別注目されるような素晴らしい成績ではなかったが、それでもこの大きな体でマウンドに立つ姿はとてもインパクトがあった。ジェリーのピッチングフォームは3クォーターでリリースポイントは低いが、個人的にはこの高身長を生かしオーバーハンドで上から投げ下ろすピッチングも見てみたくなる。ジェリーの扱う球種はシンカーとカーブのほぼ2球種で、ごく稀にチェンジアップも投げることがあるが、シンカーとカーブの投球割合はどちらも半々の約 50% の割合で投げ、打者からすれば非常に球種を絞りやすい投手でもある。シンカーの平均球速は95マイルで、これはメジャーの投手の平均球速とほぼ同じで、悪く言ってしまえば特別魅力のあるボールってわけではない。ただ長い手足のおかげでボールの球威には定評があり、大きな体の割には動きは俊敏で、フィールディングの能力も高く評価されている。メジャー2年目を迎えた今季のジェリーは、日本時間8月22日現在12試合に登板し22イニングを投げ、防御率は 8.59 とかなり厳しい数字になっている。内容的には調子のいい時と悪い時の波が激しく、4イニングを投げる試合もあれば1イニングも持たないで降板する試合もある。現在の成績を見ただけでも投手として厳しい状況は一目瞭然だが、まだ26歳の若い投手ということを考えれば、これから何かが変わり覚醒する可能性も十分にあるだろう。メジャー史上最も背の高い投手ショーン・ジェリーが、これぞジャイアンツの顔だと言われる選手になれるよう、今後もぜひ頑張って活躍していただきたい。